3月7日、夕の御言葉。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。詩篇118編8節。あなたはきっと見えない神にのみ頼る代わりに、見えるものに頼ろうとする誘惑を経験したことがあるだろう。クリスチャンはしばしば人に助けを求めて、 神に対する単純な信頼を台無しにしてしまう。今夜の聖句が一時的なものに頼ろうとする神の子供に適切であるとすれば、私たちはしばらくこのことを論じ合おうではないか。あなたは自分の救いについては、ただイエスのみを信頼している。ではなぜ心を騒がすのか。大きな心配があるためとあなたは答える。しかし、 あなたの重荷を主に委ねよ。また、何も思いわずらわないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと記されてはいないか。詩篇五十五2二十二節。ピリピリへの手紙四章六節。あなたはこの世のことでは神に信頼することができないのか そのようにできたら、とあなたは言う。しかしこの世のことについて、神に信頼できなくて、どうして霊的なことについて、神に信頼すると言えるのか。あなたは、自分の魂のあがないについては、神に信頼することができるが、それより、はるかに小さな憐れみについては、信頼することができないというのか。神はあなたにとって十分ではないというのか。 神の満たしもあなたの必要を満たすのに不十分であるというのか一切の秘密をご覧になる神の目のほかに別の目が欲しいのか神は気が弱すぎるというのか神の腕が疲れているというのかもしそうであるなら別の神を求めよ。しかしもし神が無限で全能で忠実で真実で、 そして、全地であられるならば、なぜ他に頼るべきものを求めようとするのか。神こそ大いなる岩であり、すべての重量を支えてくださるのに、あなたはなぜ地中をかき回して、他の基礎を求めようとするのか。クリスチャンよ、あなたのどう酒を水で割ってはならない。あなたの信仰の黄金に、人間的な信頼というカスを混ぜてはならない。 神にのみ使え神にのみ期待せよ。与那の遠駒を欲しがらないで夜なの神に行こえ。暴風を予見する者の,のように千歳の岩の上にあなたの家を建てよ。